東松島市は記録的な豪雨で甚大な被害が出ている熊本県人吉市に食料などの支援物資を送りましたきょうは午前11時ごろから4トントラック1台に水や非常食などを積み込む作業が行われました熊本県の人吉市は東日本大震災の復興支援で2017年までの5年間にわたり東松島市に応援職員を派遣していて 今回の支援物資はその恩返しの一つだということです。支援物資は12日の朝には現地に到着する見込みです。熊本県含めてですね、大雨で被災した方々の心情というのは大変な状況だと思うんですね。避難している方とかそういう人に一番使ってもら、有効に使ってもらいたい。東松島市によると、人吉市では午前9時現在で。 市内8か所の避難所におよそ1200人が身を寄せているということです。